2005年12月インドを旅しました。3日目ゴアからバーダミへ行きます。早朝海岸に行きます。泳いでる人がいますね。アラビア海ですよ。私たちが泊まった部屋です。ここで朝食をとります。バイクはタクシーバイクです。今日は移動日です。バーダミーへ向かいます。時間経過の起点にしますね。米を作ってる田んぼですよ。県境です。南インドに向かっております。2時間15分経過、トイレ休憩、男は青空です。お菓子を運転手さんに買いました。アラビア海を右に見ております。市場です。野菜や香辛料を売ってるんですね。青空、男性は右、女性は左です。この辺は綿畑です。綿を詰めた袋がありますね。シークの木があります。デカン高原に入ります。土の色が黒くなるんですね。いやー、ガタガタしてますよ。大雨の洪水の後です。いや、道端で洗濯をしておりますね。三輪のタクシーが多いです。左側に、あ、ここでも洗濯してますね。昼食です。標準的な昼食ですよ。7時間経過、あわ冷えです。畑で人が働いてますね。青空、男性左、女性右。おや、液晶を見て喜んでますよ。洗濯してますね。洗濯のカーストの人たちです。今日は移動日、街の両側を眺めながら進んでおります。
遺跡が見えてきました。明日行くとこですね。10時間経過しました。長かったですね。